それじゃあ接客練習始めようか。はい。うん。オッケー。はーい。やっていこう。それじゃあ。ほな、愛ちゃんのことを教えてくれや。休みの日はどんなことしてるんや。関西弁むずいな。はい。私休みの日はですね、一人でブラブラお買い物したり、お家で映画見たりしてます。ほうほうほう。ブラブラと家で映画を見てお買い物。なるほどな。ほう、いい趣味だ。一人で過ごすのがほとんどですね。気楽ですし、私一人で行動するのがあまり苦にならないタイプなんです。そうそう、あと美味しいご飯屋さんを発掘したりとかもしますね。私結構いいお店とか知ってるんですよ。それじゃあ今度一緒に食べ行こうか。愛ちゃんのおすすめの店連れてってくれや。いいですよ、真島さんが気に入りそうなお店か。候補考えておかなきゃ。なんか喋り方癖あるな。真島さんが好きそうなもの、ケテモノ料理とか虫とかかな。虫、なんでそう。はいはい。そういう真島さんは休日どんなことされてるんですか。え、そうだな、休日ね、どんなことをしてるかな。毎日お疲れ様です。私頑張ってる人見ると尊敬しちゃいます。そうか。本当ですか。真島さんがもっともっと元気にお仕事できるように私が癒してあげないとな。ん、ありがとう。ありがとうな、そうだ、ほんま。真島さんはもし私が彼女だったらどうやって癒してほしいですか。私何でもしちゃいますよ。そうやな。そうだな、どうやって癒してもらおうかな。マッサージでしょうね。私うまいんですよ。お父さんに褒められたこともありますから。ん、もちろん私得意なんですよ。うん。アイちゃんのこともっと知りたいな。えへへ、何が知りたいですか。なんでも教えちゃいますよ。うん、せやな、アイちゃんの得意なことかな。得意なことか、なんだろう、お仕事かな。えら、そうか。あ、今真島さんはお客さんなんですから支配人みたいなこと言っちゃダメですよ。そうな。でも嬉しいな。これからもここで頑張っていきますね、真島さん。ああ、かわいい。それじゃあ逆に苦手なことあるか。苦手なことか、悪口とかですかね。え、私人の悪口を聞くのが好きじゃなくて、聞いてるだけで落ち込んじゃうんですよ。そうだよな。なるほどな。この業界特にそういうの多いじゃないですか。まあね。たまになんでそんなこと言うんだろうって落ち込んじゃう時もあります。ほう、気にせず行こうや。真島さん、ふふふ、真島さんってすごい前向きですね。私なんかジーンとしちゃった。惚れてもいいやで。確かに私人がどう思ってるかとか真島に
気にしすぎかもしれませんね。はい。お疲れ。きちいわ。この遊びきちいわ。